宮田明は日本のアナウンサー、参議院議員。本名、宮田明。東京都足立区出身。血液型 B 型。明治大学卒業。1942年に NHK に入局。NHK において高橋慶造や青木和らと同じく芸能番組向けアナウンサーの宣弁をつけた人物の一人に数えられる。1974年に NHK を退職後は参議院議員を務めながらフリーアナウンサーとしても活躍。1990年7月15日、参議院議員在職中のまま死去。1942年9月に明治大学卒業。同年 NHK に入局。同期には高橋慶造がいる。NHK 名古屋放送局勤務を経て東京アナウンス室に配属。 ラジオの報道番組担当を経て、1949年からは、ライバル、高橋の後任として、のど自慢素地に演芸会の司会を担当。1952年スタートの3つの歌の司会も行う。NHK 紅白歌合戦では、1953年1月、第3回、過去2回の担当者で先輩の藤倉周一の海外出張に伴うピンチヒッターとして、 白組司会を初めて担当。以来1973年まで通算15回にわたって赤組、白組、総合のすべての司会を担当した。1966年からは全国各地を巡回し、毎回ゲストと共にその地方の郷土芸能や独自の文化などを紹介する公開番組、ふるさとの歌祭りを企画、司会を担当。 郷土芸能の保存や、ふるさと再発見にも寄与したとして評価され、宮田の穏やかで、ユーモラスな信仰と生き生きと郷土への思いを語る、各地の出演者の魅力も、相まって、18年間に及ぶ長寿番組となった。また、この番組冒頭の挨拶、お晩でございますというフレーズは当時流行語になった。初回放送は、鹿児島県国武市からの中継だった。 1967年には、ふるさとの歌祭りの企画、司会が認められ、第15回、菊池博士賞を受賞した。1974年に、NHK を退職。同年の参議院選挙に、自民党から立候補しトップ当選。以降当選3回を重ねる。太平派に所属。1978年、第1次太平内閣で、 農林水産政務次官に就任。また、フリーの立場で民放テレビ局にも進出し、全日本優先放送大賞などで司会を務めた。1988年頃より、がんのために体調を崩すようになり、1990年7月15日、議員在職中のまま、慶応義塾大学病院にて68歳で死去。 三院本会議場での哀悼演説は10月12日、日本社会党の一位順次が言った。墓所は青山霊園。1960年代後半、当時登場したばかりの家庭用 VTR を所有しており、主に宮田自身が出演した NHK の番組を録画し、保存していた。当時、放送用ビデオテープやフィルムが高価な上、アーカイブを収録したビデオテープは、 課税対象だったため、NHK では一部を除いて番組保存が行われなかった。宮田は NHK に保存されていなかった1960年代後半から1970年代前半の NHK 紅白歌合戦や思い出のメロディー、ふるさとの歌祭りの映像を提供している。当時カラーで放送された番組の多くがモノクロで現存しているのはそのためである。 紅白歌合戦は放送時間が長いため、よそからもう一台 VTR を借り、夫人が二台を交互に使用し、ノーカットで録画していた。ビートルズが出演したことで知られる衛星中継テレビ番組、我らの世界の日本振興役を務めた。宮田は、愛こそは、すべての演奏シーンの冒頭、こちらはロンドン、今ビートルズが新しい曲をレコードに吹き込んでおります、と。 曲紹介している。歴代の紅白司会者の中で赤組、白組、総合のすべての司会を担当したのは宮田のみである。1955年1956年に男性の立場で初めて赤組司会を担当。1955年当時、テレビ放送を開始したラジオ、東京テレビが紅白のスタイルをそのまま流用したオールスター歌合戦を 紅白の裏番組として放映。紅白に先駆けて有力な人気歌手との間に番組出演につき独占契約を締結したことから紅白への出場ができない歌手が続出し番組の存亡の危機に立たされた末の苦肉の作、番組の人気維持の最後の切り札という意味合いが強いものであった。1956年の赤組司会担当時には観客から てるてる坊主は女か。といった趣旨のヤジや怒号が宮田に対して頻繁に飛び交い、それらのヤジは番組の進行に支障をきたすほどのひどさであったという。これらも一因となって、その後、男性の赤組司会は2007年の中井正宏まで存在しなかった。宮田は白組司会を1953年正月。 1962年から1967年の6年連続、1970年から1973年の4年連続と、通算11回務めているが、この通算11回の白組司会という記録は、紅白史上最多記録である。また、赤組司会、総合司会も合計すると、紅白の司会は通算15回となり、赤組、白組、 総合司会に関わらない形での記録も史上最多となっている。1962年第13回から1973年第24回までの12年連続司会も連続司会の最多記録である。1970年の紅白で白組出場歌手の橋幸夫は当初、俺たちの花を歌う予定だったが、宮田が本番中に曲目を、いつでも夢を、 に変更し、歌うことを持ちかけた。橋は着物姿であったため、いつでも夢をのイメージに合わず戸惑っていたが、宮田は着物だって何だっていいって、中身が良けりゃと言って橋を説得した。結局、いつでも夢をが歌われることになった。このように当時の紅白は、現代紅白ではありえない演出やアドリブがごく、当たり前のように行われていた。退職直前の頃には、 管理職になっており、NHK の労働組合がストライキなどに突入した場合、道路署に加入しているアナウンサーは担当の番組に出演できないことから、管理職でもある宮田が突然、それらアナウンサーの担当番組に代理として登場することもたびたびあった。すでに NHK ナ、no. ンバーワンのスターアナウンサーであったにもかかわらず、今日の料理のアシスタントも当時担当していた入局。 わずか数年の若手アナウンサーの代理として、数度務めたことがあるという、突起のない限りは NHK の制作、放送、ありがとうございます。